ヘッス・アーマンド・サンチェスは、ドミニカ共和国、ラールタグラシア州、イングエー出身のプロ野球選手、右ト左打。MLB のマイアミ・マーリンズ所属。2014年6月にタンパベイ・レイズと契約して、プロ入り。2015年に、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリングーグ・レイズで、プロデビュー。61試合に出場して打率。335、4本塁打。 45打点、8盗塁を記録した。2016年は、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・レイズとアバラチアン・リーグのルーキー級、プリムストン・レイズでプレイし、2球団合計で56試合に出場して打率。329、7本塁打、39打点、2盗塁を記録した。2017年は、A 級ボーリング・グリーン・ホット・ロッツでプレイし、117試合に、 出場して打率。305、15本類打、82打点、7盗塁を記録した。2018年に MLB.com が発表した、プロスペクトランキングでは57位、レーズの組織内では4位にランクインした。シーズンでは、A 級、シャーロット・ストーン・クラブズと AA 級、モンゴメリー・ビスケッツでプレイし、2球団合計で117試合に出場して打率。 282、11本類打、75打点、7盗塁を記録した。また、7月には、オールスターフューチャーズゲームの世界選抜に選出された。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2019年は、開幕を A 級モンゴメリーで迎え、7月には、トリプル A 級ダーラムブルズへ昇格した。 2019年7月31日にニック・アンダーソン、トレバー・リチャーズとのトレードでライン・スタネックと共にマイアミ・マーリンズへ移籍した。移籍後は参加のトリプル A 級ニューオーリンズベビーケークスに配属され、移籍前を含めた2球団合計で113試合に出場して打率、260、13本塁打、63打点、5盗塁を記録した。 2020年8月21日にメジャー初昇格を果たし、同日のワシントンナショナルズ戦では8番右翼手で先発出場してメジャーデビュー。守備や走塁の精度にはまだ課題を残すが、コツールプレイヤーの外野手として期待されている。若いドミニカンにありがちな早打ちタイプではなく、抜群のミートセンスを誇り、将来的にはリードオフ、もしくはパワーを増して、 打線の中軸を担うと予想するスカウトも多い。ありがとうございます。